民主党の小沢幹事長は不起訴処分になったことを受け、引き続き幹事長職にとどまる考えを明らかにしました。弁護人の方から、私につきましては不起訴のという知らせをいただきました。公平公正な検察当局の捜査の結果として受け止めております。私が今代表から指名していただいている幹事長の職責を返上しなければならないというふうには考えておりません。勝利とか敗北とかという問題ではなくて、ゼネコンからも金をもらったと、不正な金をもらったとかいう報道がずっと続いたもんですから、私はそんなことは一切ないと。一方、起訴された元秘書の石川衆議院議員について、小沢氏は国会議員になる前の話で収支報告書についての形式的な責任だと述べ、民主党離党や議員辞職の必要性には触れませんでした。